新潟二歳ステークスとは日本中央競馬会が新潟競馬場の芝1600メートルで施行する中央競馬の重賞競争である。1968年に新潟競馬場の三歳馬によるオープン競争新潟三歳ステークスの名称で創設されたのが始まり。1984年にグレード制により DE に格付け。1994年により 混合競争に指定され、外国産馬の出走が可能になり、翌1995年からは、特別指定交流競争となり、地方馬にも門戸が開かれた。2002年より、現在の芝外回り1600メートル、左回りコースで施行され、2010年より、国際競争に指定され外国調競馬も、出走可能になったため、国際基準の格付けを使用している。 二歳世代で最初に行われるマイル以上の距離で施行される重症競争で本競争においては例年関西馬の参戦も目立っている。特に距離が1600メートルになってからは翌年のクラシック戦線を占う意味合いがより強くなった。本競争が重症格付けされた第一回優勝馬のビクトリア・クラウンが後にエリザベス女王杯を制した。 また本競争出走馬から、後の GI5 勝ち馬、メジロドーベルも排出した。2004年は1着から6着まで入選した馬が、後にオープン入りを果たし、重賞を勝利した。1着マイネルレコルト、2着湘南パントルは、GI を勝利、3着スムースバリトンと4着フェリシアも後に、重賞を勝利している。また5着のアイルラバゲーンは、 NHK マイルカップで3着に入った後に、重賞を勝利している。6着だったインティライミも後に重賞を勝利し、東京優秀2着がある。2013年は優勝馬のハープスターが後に、大花賞を2着のイスラボニータが後に、サツキ賞を勝っている。なお、2011年までは、同日に2歳馬限定の重賞競争である、小倉2歳ステークスを試行していたが、 2012年より、同日での施行を避けるため、本競争を一周早めて施行することとなった。出走条件は、サラ系2歳の JRA 所属場、函館2歳、ステークスダリア賞で2着以内の条件を満たした、地方競馬所属場、および外国調教馬。負担重量は、バレー重量で5 4ラム。ただし、南半球生まれの競争場は3キログラムを減量。 バレエ表記は2000年以前も原表記としている。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。重症格付け以前重症格付け後競争名は第20回まで新潟3歳ステークス。第21回以降は新潟2歳ステークス。各回競争結果の出展。ありがとうございます。